今日はですね、リバースショップから何かが届きました。その発送メールが来てなくって、まあでもホリデーグッズかなと思ってるんで開けていきます。よっ、わーすごい。あ、やっぱそうですね。ホリデーグッズでした。こちらは結構よいしょ。今回は少なめ少なめですね。ホリデーグッズすぐ売り切れちゃって、なんか買えなかった人もいたっぽいんですけど、私は無事に購入できましたんで開封していきますね。開けたくない、開けたくない。まず一つ目、こちらフォーフォト、なんちゃらかな、フォーカッツフォトだったかな、うん、そうだ、フォーカッツキャカット、フォーカットフォトでした。開けていきます。わーすごーい、かわいい、スミちゃん。やばい、もう俳優みたい。あー、40、肩出してる、肩出してる、40。ちょっと待ってね、ここか、すごい。で、おー、棒脱ぎちょっと遠いけど、遠いけどいい、私はこれが好きです。おーおーおーおお、だんだん近寄ってる、すごい。いいよ、どうした急に近寄ってきちゃった。最後、あー遠い、あらあっ、ピース可愛すぎてやばい。あー、すごい、すごいですね、彼女感が読めないですね。みんな彼女に向けての顔なのかな、あーあれみたいな、ちょっと勘違いできそうなやつですね。っていうのでしたね。裏はこんな感じですね。あ、本当に写真みたいな、待ってました。すごい、こういうの初めて買った。あ、すごい、大事なのが青い。今回のティバちゃんは青と緑のがコンセプトなので、すごい可愛いですね。私はあんまりですけど。さあ次がフォトブックです。これはね、開けたくない、いつも未開封なので、まあ、今回も買った人のお楽しみということで、ちょっと未開封のままいきたいと思います。で、最後ですね、なんだっけこれ、ホリデースペシャルボックス。これが一番高かったし、一番でかいし、一番元となるやつだと思います。これはその中にいろいろ面白いものが入ってるので開けていきたいと思います。さすがに開けないとね、 YouTube にしていないから。後ろこんな感じ、大きすぎてね、もう映ってないのね。ちょっと映んない、映んないわ。ちょっと開けていきます。いいね、今回こういうタイプでまたすぐしまえる、しまうことが前提みたいな感じ。よいしょー、おー、すーごい反射、すーごい反射してる。ちょっと待ってね。あ、なるほどね。お、な、お、なるほど、これをカレーカバーだった。あー、なるほど、待って待って、はい、これで映ってないかな、大丈夫。はい、開けてみました。ここはね、もうすぐ開けられる形になっています。うん、行きますね。おー、あー、なる、うん、これ以上開くとちょっと怖いかもしれない、ここ。すごいですね、ちょっと、あー、見せられない、こういう感じで、全体がないな。ちょっと動かしますね、こんな感じで。はい、それでは開けていきますね。まず1番から開けていこうかな。すごいよ、本当にキッチキチで、これどうやって開けていくの、いや怖い。おー、すごい出てきた。入れるのはね簡単すぎて、出すのがね怖いです。ではその1番から開けていきます。え、何、どういうこと、あー、え、あー、ここかな、1番、あー、こんな感じ。これが出る、この熱いね、なるほど、これはフォトカですね。いや、行きます。よいしょ、うわー、かわいい、スリちゃん。これは多分私は保管別で保存するので開けていきますね。こんな感じです、かわいい、せーの、あー遠いね、遠いけど真っ正面ですよ、やばくないですか、やばいです。あー、みんなやばいね、真っ正面よ、うらしい。あー、びっくりした、ビールかと思った、コーヒーかな。ビールかと思った、やばいやばい、ごめんなさい、コーヒー、コーヒーだと思います多分。あー、もうかわいい、もう本当にメルカリで先にこのビジュアルを見ちゃって、でも今日の日に、今回の日にちゃんと優勝だなっていう、はい、個人の感想です。かわいいっていう感じですね。これは別で収納したいと思います。裏は全員こんな感じでした。ここに名前だけみんな違うのが入ってる。さて1個目ですか、よし、じゃあ2個目ですね。今回この小ささです。これ入れる順番忘れたら戻せなくなりそう。では2番開けていきます。これ何なんだろう、日付順に開けて、日付、12月入って日付で開けていくのか、ね、7個しかないかね、7個1週間もいきます。よっ、あー、オーナメントかな、オーナメントですね。おー、こっち側か、ここに穴があって2つあるね、うん、紐が、あ、紐も2つあるかな、うん、2つあるのかな。に入れるオーナメントみたいな、可愛いですね。なんか小さなツリー、ちっちゃいの持ってるの人がいたら可愛い。
あ、こっちよ。待って、こっちもここに穴が開いてる。あ、こ、あ、こっちに閉めることになって、こっちか。あー、かわいい。なるほど。集合の、ま、なんか、ま、薄いんですけど、裏には名前が書いてあるやつの、ここか、ここに刺すのか。ダメだ、初心者すぎて、全然説明を読んでない人ですね。はい、こんな感じで、全員のやつですね。こちら、オーナメントです。いいですね、なんか、あれじゃないですか？何でしたっけ？売ってるじゃないですか、フランフランとか。結構売ってるのかな、なんかああいうのに入れてたら絶対可愛いやつですね。さあ、3個目です。はい、こちら縦長の、よ、横長か、横長のやつです。こうじゃなくて、絶対こうなんですね。変わってることは。よいしょ。よいしょ。はい。あ、あれか。これあれですね。メンバーのメッセージが入っているって言われてる。はい。かわいい。小瓶でーす。あ、もう簡単に、簡単に外れちゃった。でも私、どうせ韓国語は読めないので、ちょっとあれなんですけど。ちょっと待ってくださいね。あ、若干こっちか。かわいい。なんかレシートみたい。ごめんなさい。レシートみたいな感じの縦長ですね。みんななんて書いてあるかわからないけど、とりあえず、サランヘ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 、だと思います。っていう感じで、はい。くるくるくるなって。これあれですね。ここの、このリングの間に通さないといけないので、ちょっと、頑張りますね。これが、すぐこれ開いちゃうんだけど。よいしょ。はい。3つ目でした。あー、本当にすぐ蓋開いちゃう。皆さん気をつけてください。これはこちらに入れて保管しておきましょう。3番は多分一番開けなさそうな蓋です。さあ、中盤ら辺になってきました。4個目です。あ、4個はこっちだ。開け方がいや、あれ、開かない。よし、せーの。あー、リン、リボンですね。はい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 、みんなの名前が書いてあるリボンですね。スリン、ボンジュン、ボンジュー、テーションみたいな感じで書いてあるやつです。見えますか？開ければいいんですけどね。なんか一番使えない、使わえないものに、こう、開封する、っていうのがないから。中は、飾っておきまーす。これはこの縦長に入ってるのでびっくり、びっくりだな。一番これがぴったりですね、厚さとともに。さあ、5番がね、でかいんですよね。でれん、これが半分を占めてた。あ、4分の1を占めてます。なんでしょうか。よいしょ。なんでしょう。あー、あれか。サシェ、サシェ、サシェ、サシェかな。そうですね、サシェです。ただ密閉の袋みたいで開けたら匂いがするみたいな感じですね。もうこういうのもったいなくて絶対使えない。お宅が一番使えないタイプのあれですね。なんか見た目はあのロゴであるんですけど、これは説明書が書いてあるんですけど、韓国語なので一切読めません。はい、こんにちは。飾れないので、一生箱の中にお眠り行きとなります。もう本当に私は本当に良かったんだけど。はい、あと2個です。6番、細い縦長。さらにここ、ん？どうなってる？え？これどうなってるの？一番開けられない、一番開けられない箱のタイプ来ましたね。ここでした。細長。一番奥に入ってる。あー、何でしたっけこれ。あー、あれですね、ピンバッジです。こんな感じ、キラキラしてて、まあ、ロゴが入ってるピンバッジですね。なんでこんなまた細長いところに入ってるのか。びっくりした。一番開けにくいですね、このタイプ。製造も大変だった気がします。適当だけど。最後です。7番目、これも4分の1を占めてます。大きい箱です。これあれかな、キャラメルなのかな。またあれなのかな。あ、そうだ。でれん、最後に最後にまたトレカです。あれですね、きっと自分たちの、自社のものが入ってるやつはこの青い箱なんだと思います。なので、いつとならね、いいですね、始まりと締めくくりで。あー、待って、これは近いの？待って、指長くない？え、指めっちゃ長く見える。じゃあ、開けていきまーす。今回はこれは近いバージョンなのかな？はい、楽しみだ。いきまーす。かわいい、まずこれかわいいよね。はい、あー、近い！セルカですね、みんなの。さっきのテレテ、たどりだったけど、こっちはセルカだ。かわいい、せーの。いつものがカクって感じですね、ボンビの。あー、うん、かっこいい。口開けんなって、ポカンと。かわいい、機材すっごい見えてるけど。で、あー、もうかわいい、いつものがカクですね。うん、そうですよ、皆さん。いつもツイッターのがカクですね。あー、かわいい。みたいな感じでした。いやー、素晴らしい。拍手したい、本当に。今回もかわいいです、本当に。ありがとうございました。で、前回のがこの、皆さん、こっちが1番の箱で、こっちが7番の箱に入ってます。いいですね、トレカの裏がちょっと違うっていうのは。という感じで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。
私なんかあまり面白みに欠けたけど、すごい声が今回はみんな意外な出てたと思います。次回は何だろう、何が早いかな。次また TYT のやつかなと思います。 NiziU のオンラインくじっていうのが22日から始まったんですけど、届くのが4月みたいなので、だいぶ遅いなっていう感じでやってるので、多分また TYT の何かグッズが届くと思います。それではまた。